こっちはこれから好きでもない男のあれしゃぶんなくちゃなんないんだよ。寄り添うメス猫たちはお互いをお店の名前で呼び合うだけで、本名も働く理由も知らない。雅子さん、予約入りました。脱いでよ。はい、下がってください。とりあえず好きってことじゃダメなの？彼女はいるの？ちょっと待って、なんでやめんの？なんでって、普通ここでやめないでしょ。いつまで続くんだろう。男がいる限りずっと。逃げないで、まっすぐ私を傷つけてよ。メス猫たち。